募集させていただきまして、24時間限定の募集だったんですけど、今回もまた第1回の倍近いというか、なんかどんどん増えていくね。たくさんの質問いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。早速お答えしていこうと思います。引いたら必ず答える方式でやっていこうと思いますので、どの内容が来るかは一応に分かりません。レッツゴー。埼玉県元気さん。緊張した時にいつもしている落ち着く方法は何ですか？人って食べる。マジで？そんな人今います？いるよ。元気だね。私は本番前に聞く自分のプレイリストがあるから、音楽のそれ聞きます。聞いてるの見たことない。聞いてるの見たことないなと思って。私、緊張する、緊張する、緊張するって言って、特に何もせずにステージ上がって緊張する。特に何もしない。何もしない。緊張する、緊張する。いや、でも緊張するっていう言葉は口にするの。へー。私は本当にしてるって緊張するって言うよね。言ってるかも。言うだけ。言うだけ。言うだけ言って出ちゃったステージ。深呼吸。叩く。叩いて深呼吸する。へえ、なんで叩くと何？わかるか。なんか柔らかい。音やばいよ。どうぞ。みさきは？ストレッチ。体のストレッチとか口とかめっちゃある。うん、心と体のストレッチですね。そうです。まとまってないよ。分かったの。ジャンプしてる、緊張した時。あ、してる。てか本番前してるイメージある。そう、本番前めっちゃジャンプする。抱え込みジャンプぐらい。そう、抱え込みジャンプ。次。はい。宮崎県明社さん。これなら他のメンバーに負けないということは？なるほどなるほど。食？身長。確かに。じゃあ飲む身長かな。ある意味ね。ある意味。テンション上がった時はの手の上のさ。手の上のさ。ドラム。あ、でもこの前ドラムやってたよね。確かに。やってた。私できます。うん、じゃあドラムできないわ、あいこ、それじゃ。じゃあ今度勝負しよう。はい。なんだ。早歩き。早歩き。歩くの早いじゃん。え、アイコも早いよ。アイコさんめっちゃ早いじゃん。早いよ。いや、ミユが遅すぎる。いや、アイコさん早いよ。アイコは早い。早歩き競争しよう、今度。競歩みたいになるけど。山形県、金八恵美香先生。好きな人に告白するときはどのように告白しますか？注意。職場の先輩に告白しようと思います。パワーをください。頑張って。すごい。頑張ってほしいね。パワーをください。だからパワーを送らないと。パワー、パワー、うまくいきますように。頑張って。すごい。好きな人に告白するときはどう告白するか。せーの。あなたのことが好きだから。みゆさん、どうやってダンスを覚えてますか？なかなか覚えられないのでアドバイスをお願いします。覚え方、体で覚える。そうだよね、そこだよね、やっぱね。何回も何回も。あとはカウントを覚えちゃうと楽かも、私。私歌派かも。リリックで覚えるタイプかも。こう言ってる時にこういう動きするっていうのを当てはめて覚える。映像見てるだけだと多分意外と入ってないから。そう、体使わないと。そう、本気で踊んないと体って覚えないから。すごい真面目。覚えるのは慣れだよね。慣れ。次。三重県りさちゃん。最近のマイブームは？マイブームバカみたいにサスペンス映画を何本も見てる。最近ツタヤに行って5本借りたんです。しかも全部サスペンス映画。私サスペンス大好きでサスペンス借りたんですけど、5本中4本が
時間返せよっていう作品でした私も映像系なんだけど、ついこの間までウォーキングデッドずっと見てたじゃん、見てたんですよ。今プリズンブレイクに入ってます。うわーいいね。それ見ちゃったらやばいよね、長いねだからあれだね、海外ドラマにハマってる。前髪をどうするかヘアアレンジとか言ってください。ヘアアレンジマイブーム、あるない、ない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 サイレント基本サイレントだから。はい、次。千葉県フルーティーさん、メンバーで一番の引きこもりは誰？引きこもり、せーの、みゆ。私だね、みゆさんだと絶対に私だって、もう海外ドラマそんな見てたら右にいるわできるだけ出たくない次。はい、愛知県めいちゅんさん、自分だけが知ってるメンバーの秘密はありますか？みゆはお腹が弱い、その秘密が弱い秘密、プリマに秘密事はありません、まあ、次行こう。いいのか。埼玉県なあひろさん、メンバー同士みんな仲いいと思いますが、それぞれメンバーの中で一番私〇〇と仲いいと思う人は？これさ、今回多かったよね。多い、この質問。この質問今回めっちゃ見たかも。気になる、気になっちゃう。誰と誰が仲いいかっていうのが気になる。特にってことだよね。え、愛子から見てどことどこが仲いいの？みさきとゆみか。私が勝手に懐いてる。そう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 。何にしてなんか待ってる二人がいるんですけど言ってみたいな。のんとみさき絶対そう言ってきた。絶対言うと思った。みゆさんとえみかさん適当でしょ。えみか仲いいよね。うん、うんの言い方が思ってない。やばい、怖い。え、アイコは誰と仲いいと思ってる？怖それ。いや、みんな仲いいよね。みんな仲いいよ。みんな仲いい、そういう方は大前提でしょ、そう、そこは大前提だけども、仲いいかどうか置いといて、あの、一緒にいる時間が長いのは飲んだよね、やっぱリハとかで、ね、笑ってちゃう。でも飲むは美咲と仲いいよね。そう矢印が噛み合わない。広島県ゆいちゃん、好きなユーチューバーさんは誰ですか？はい、はじめ社長。はい、まほとさん。はい、フィッシャーズさんとバイリンガールさん。てかマイブームそれかも。遅い。確かに。マイブーム。遅い。ここに分かれてる。マイブームは YouTube で英語を勉強することです。英語？めっちゃ面白いよ。はい、で京都府アミーゴちゃん、もし戻れるなら何歳の自分に戻りたいですか？あー、これはいい質問です。いい質問ですね。難しいな。高校1年生、高校3年生、高校1年生かな。マジ尺無駄遣い。小学校、めっちゃ戻るじゃん。小学生になりたいんです。小学生3年生戻りたい。なんで？バレエを辞めるとき。辞めなきゃよかった。辞めなきゃよかったってすごい後悔してる。あ、小3で辞めたの？小3で一回、地元のずっと行ってたところを辞めて兵庫県に行ってまたやり始めたんですけど、そこのスタジオが合わなくって辞めちゃったんですよ。だからそこで一回辞めなければ、バレリーナだったかもしれない。そう、将来の夢バレリーナだったから。そっちのプリマだったかも。そう、確かに。私のプリマさん。でも辞めたおかげでダンスに出会ってプリマに出会ったから、結果オーライではあるけど、辞めなかったらどうしてたんだろうなーってね。何取り組む？保育園。めっちゃ怖いじゃん。人生やり直したいじゃん。やばいね。なんで？やり直したい。やり直したい。やり直したい。保育園からやり直したい。小学生にも後悔があるの。ひまどまには公式 LINE アカウントがあります。イエーイ。公式 LINE でしかゲットできない情報やプレ
レゼント企画もあるよ。はい、お得な情報盛りだくさんなのでぜひ友達追加お願いします。はい、そして YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。じゃあねー、バイバーイ。